領空侵犯とは、国家がその領空に対して有する権利を侵犯する行為のことであり、具体的には、他国の航空機、飛行物体が当該国の許可を得ず、領空に侵入、通過する国際法上の不法行為を指す。領空侵犯に対して、当該国は、スクランブル発信と呼ばれる対領空侵犯措置を取る。 大量空侵犯措置は以下の通り段階的に定められている。航空無線による警告軍用機による警告軍用機による威嚇射撃強制着陸撃追告裁法において国家が領有している領土、領海の上に存在する大気の部分を領空とし、領海とともにその国の海岸線から12海里までのエリアを領空と定義している。航空機が開発された当初は 外国機にも船舶の無害通行に留似した権利が認められていたが第一次世界大戦期になると欧州諸国は領空内での排他的主権を主張し事前に飛行ルートや所属を通告するよう求める国が増えたため運用者や目的地を明らかにした飛行計画を事前に提出する国際ルールが作られた百六十七年発行のガツその他の天体を含む 宇宙空間の段差及び利用における国家活動を立する原則に関する条約第2条において、かつその他の天体を含む宇宙空間は主権の主張、使用もしくは選挙またはその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならないとしているため、領空は大気圏までとなっている。領空侵犯とはこの領域を許可なく犯す行為であり、 国際法違反の行為となる。ただし、領空の範囲は大気圏に限られるため、高度 100km 以上の宇宙空間を移動する人工衛星や国際宇宙ステーションなどは、領空侵犯に当たらない。領空侵犯機に対しては、その国の空軍が対処する場合が多い。戦闘機で目視確認が取れるまでは、航空用語で未確認飛行物体とされる。 領空を侵犯していると警告し、速やかに領空外への退去を促すという対応が一般的である。これに従わなかった場合は、強制着陸やミサイルなどによる撃墜といった措置が取られる。しかし、1983年の大海航空機撃墜事件では、ソ連軍機が適切な手順を踏まずに撃墜したことで、国際的な非難を浴びた。 この事件を契機に国際民間航空機関はシカゴ条約の改正議定書を1984年5月10日に採択し同条約に第3条の2を追加した。これにより各国が領空を飛行する不審な航空機に対しての強制着陸指示等の権利及び民間航空機はその指示に従うことの義務が確認され、 同時に、各国は民間航空機に対する溶撃において、武器の使用を差し控え人命、航空機の安全を確保することが明示された。日本の防空識別圏離陸する2機の F-15、J 航空自衛隊では2機編成でスクランブルを行う1958年から現在まで、以下の通り日本国に対する領空侵犯が報告されている。 これら不法行為に対し航空自衛隊が対応している。また、尖閣諸島周辺で領海領空を主張し、防空識別権を設定している中華人民共和国に対するスクランブル発信が近年増加傾向にある。日本においては自衛隊法第84条に基づき、領空侵犯に対しては航空自衛隊が対応している。 防空識別圏における識別不明機に対する対応手順は以下の順となっている。レーダーサイトが防空識別圏に接近している識別不明機を探知する。提出されている飛行計画との称号する。レーダーサイトが当該機に航空無線機の国際緊急周波数 121.5MHz 及び 243MHz で日本国航空自衛隊であることを名乗り、英語。 または、当該国の言語で、領空接近の通告を実施する。戦闘機をスクランブル発進させて、目視で識別する。戦闘機からの無線通告をする。危機は、日本領空に接近しつつある。速やかに進路を変更せよ。領空侵犯の無線警告と、当該機に向けて、時期の翼を振る。我、警告。危機は、日本領空を侵犯している。 速やかに領空から退去せよ。警告。危機は、日本領空を侵犯している。我の指示に従え。You are approaching Japanese esprit's t e r r i t o r y f o l l o w my guidance. 当該対象航空機の母国語での、警告警告射撃を実施する。時期、領機が攻撃された場合、国土や船舶が攻撃された場合は、自衛戦闘を行う。ただし、 自衛隊法第84条には着陸させるか領空外へ退去させるの二つしかなく軍用機による侵犯行為であってもそれに対する攻撃について明確な記述はない。ただし時期や国土に対する正当防衛の観点からスクランブルの際に2機編成で対処中に1機が攻撃を受けた場合もう1機が目標に対して攻撃を加えることは その一方で、審判機がスクランブル対処機以外の航空機や、海上の護衛艦、地上の部隊等に攻撃を加えた場合、パイロットの判断でこれを撃墜することは難しい。冷戦下では1年間に944回スクランブル発進した年もあり、大半はソ連軍機であった。冷戦終結後は150回前後まで減少したが、そのほとんどが ロシア連邦軍機によるものである。その後、中国軍機を原因とするものが増加し2014年度には1年間に943回となった。2006年度には、ロシア軍機を原因としたスクランブル発進が196回、中国軍機を原因としたものが22回、台湾軍機を原因としたものが8回、その他、韓国軍機、米軍機などを原因としたものが13回、 行われている。2014年度には、ロシア軍機を原因としたスクランブル発進が473回、中国軍機を原因としたものが464回、台湾軍機を原因としたものが1回、その他を原因としたものが5回行われている。冷戦期には自衛隊、在日米軍の迎撃能力や周波数等の情報収集のために、ソ連機が頻繁に、 日本領空に接近していたほか、現在では中国軍機と見られる戦闘機が多くなっている。なお、スクランブル発進は領空侵犯する恐れがある場合に行うため、スクランブルを行った回数イコールすなわち領空侵犯の回数とはならない。詳細はベレンコ注意亡命事件を参照さこの事件において自衛隊は、 ミグマイナス -25 を発見できず着陸を許してしまったため攻撃目的の場合でも同様に航空自衛隊の防空網を簡単に突破されてしまう危険が露呈した。その後早期警戒機 E-2C が導入されるなどし防空網の強化がなされた。詳細は対ソ連軍領空侵犯機警告射撃事件を 三省冷戦下のソ連軍機による領空侵犯は20回以上発生しているが、1987年に発生した、この事例は陸、海、空の自衛隊が創設以来初めて警告射撃を行った事件として有名である。詳細は中国機尖閣諸島領空侵犯事件を三省2012年12月13日、尖閣諸島上空で 領空侵犯した中国国家海洋局所属の航空機を海上保安庁の巡視船が指認した。航空無線機にて国外退去を要求し、さらに防衛省へ通報した。この事件は領空侵犯した航空機を海上保安庁の巡視船が国外退去を促した初の事例である。ありがとうございます。